残念でした。Thank you. Thank you. バイバイ。これお店じゃ入ってみよう。Thank you. 飲んでびっくりした。旅する足。みる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 ミルディーター、こんにちは、旅する足です。今日はですね、世界遺産のジロカストロを離れてティラーナに行きたいと思います。まあ、他にもいろんなアルバニアの国でいろんなところに行きたかったんですけど、まあ、すっ飛ばして首都に行きたいと思います。ここに書いてある、ティラーナ。あ、本当だ、5時、6時。あ、時間もう書いてある。大きいね、これ。ミニバスだけど、ハイエースとかよりは全然大きい。2時半ぐらいに着いたんですけど、ちょっと街から離れたステーションだったので、どうしようかなーって感じです。どうやって行こうかね。最悪歩いても行けるけどね。うん。連結バス。ここね。Go to city? シャンプー。デジャブ？と思った皆さん、鋭い。乗ったバスをそのまま降りました。バスの中で何が起こったかと言いますと、とあるお兄さんに声をかけられたんですね。で、そのお兄さん曰く、このバスは巡回バスだからぐるーっと回って中心部の方に向かう、だから道路を渡って反対方面のバスに乗った方が早く着くとのこと。私たちはお兄さんを信じてバスを降りて道路を渡ってバス停を探しております。結局バス停じゃないとこから乗ったけど。しかもさ、あの周りやつやろ。あ、地図見して、地図。可愛い店が多い。ナスいいね。ナスと玉ねぎいいね。ニンニクもあるよ。ピーターラビットの人参みたいで。キロ120なんかな。これは3リッター。550。白もある。見た目はカルボナーラ。味もきっとカルボナーラ。せーの、いただきます。うん。
カルボナーラ、うん、うん、あっさりめのカルボナーラ、うん、今日はアルバニアのティラーナに来ております。街を散策しに行きたいと思います。はい、くる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 もっさり飲みましたね。では切ってきます。はい、今日はこちらでございます。すぐ入れるのかな、ね、モサモサチーズ、すごいね。Thank you. Bye bye. Thank you. 帽子の中から飛び出すモサモサに伸びた髪の毛。インドネシアで切ってから1ヶ月半、もはや手に負えない状態だった髪は、横はすっきりと刈り上げ、前髪は短く切って上に角刈り風を残しつつ、さっぱりと仕上がりました。タイ、インドネシアとはまた違った髪型へと変貌を遂げました。すっきりした。嬉しい。途中あの、うん、俺の父親みたいになってさ、うん、どう父親になるんかなと思ったよかった、うん、モスクかっこいいわ。かっこいいモスクと夏雲、うん、シンデレラ城みたいだよねね、あれわからんマジ。ほら素晴らしい、綺麗ですね。本当だ。非常に今のとこ好印象でございます。好印象だね、はい、うん、アルバニアいいぞ、すごいいいぞ。アルバニアの特徴的な歴史の一部をご紹介します。1991年まで鎖国をしていた。無宗教政策をしていたことがある。国民の半数以上がネズミ講に引っかかり破綻した。こういった暗い過去を持ち、ヨーロッパで最も貧しい国と言われたこともあるアルバニアですが、今では日本では知名度は低いものの、多くの観光客を魅了しています。前回のアルバニア動画、まだ見てない方はそちらも見てね。あ、まただ見て、あの銅像めちゃくちゃあるの街中に。気づいてた？気づいてない、うん、めちゃくちゃあるよ。しかも全員違う人。これが城壁じゃない？うん、そうだね。がの中の街が可愛い感じ。これだね。これだ。あ、おじちゃんたちが歌ってる。クラリネットと。可愛い。じゃあ城壁の中に入ります。確かに低いね。うん。手洗うとこもあるよ。手洗うとこもある。水飲めそうだ。うん。かわいい。かわいいな。火を落としてる感じが。うん。うん。いっぱい並んでる。うわ、すごいな。うん、
休もできるのかな。うん、だね、だね。こんなアルバニアしとるところに生寿司。短いね。短かった。100メーターぐらいかな。これお店行っちゃう。入ってみよう、うん、お土産屋さんかな。お土産屋さんっぽい。うん、カフェみたいになってるの。カフェみたいな。お土産っぽいね。お土産屋さん。それ何年でき？なんかベレー帽。本当だ。キャスだよ。本当だ、かっこいい。じゃあ見て、映ってるかな。 T なの。ティラーナの T だよね、きっと。かわいいっしょ。その観光地としてはなんもない。ただすごいなんか生活はしやすいかもしれないなっていう。住むとしてはいいな、良さそうだよな。分けました。分からん。 0.2 0.3 250g ぐらいある。 Thank you。アルバニアの首都ティラーナを離れてシュコダルに向かいます。まあ、まずはバスステーションまで行きたいと思います。聞いてみる。教えてくれるからすごい優しい、ね、20分ぐらいでバスステーションの方のバス停に到着いたしました。今からシュコダル、シュコトラ行きのバスを探したいと思います。やばいや、これねまでロープやばいや、やばいや、これロープ欲しいな。どうだ、うん、ベラン。あ、すごい書いてある。シュコトラ。シュコトラ。ほら、大きいバス。本当だ。なんかいっぱい乗ってるね。本当だ。そろそろ出発なのかな。席あるかな。席パンパンかな。これ閉めた。シュコトラ。ネクスト。あ、オッケー。もういっぱいみたい。うん、じゃあ1時間後ってことだね。うん、ファンはあれだ。 OK、 Thank you。 残念でした。1時間待ちます。じゃあカフェについて一緒にカフェでも行こうかな。うん、でおばちゃんが動き出したら俺らも動き出せばいい。そうだね、きっと。全然いいわ、1時間ぐらいならね。そういうよ。ここ入る。あ、でもいっぱいだね。一応見てみる。うん、上にもあるわよ。うん、ワールの席。いいじゃん。うん、そこ座ってくる。え、これカフェトルクってカフェ。あ、タルコクフヒ。なんだって。トルココーヒー。さ、コーヒー。これね、すごいの。飲んでびっくりした。チョコレートだね、完全に。飲めなかった。食べるやつなんだ。味は？美味しい。美味しい。濃厚な、あったかいチョコ。プリンみたいな。
ってるわ。本当だ。これもいいのかな。ドーパルシャンペイポー。あれでキムチスイーツ。すごいよ。すごいバスがパンパンでいつ出発するかわかんないんですけど、なんか2人で座れる席がもう空いてなくて、で一緒に来たおばちゃんも、おばちゃんがいろんな人に聞いてくれて2人席を作ってくれました。本当にありがたい。今からシュコドラに出発します。あ、見ちゃった。ちょっとまあちっぽくなってきた。